なんか市販台、時事ネタなんか気になってるものあります？時事ネタっていうか、大雨大丈夫でした？ああ雨ね、なんかそんな話だったりとか、ね、まあ梅雨時期やし、うんうん、みたいな話から入ってもいいかなという気がします。そう、ね、そういう話でもいいし、あと時事ネタといえば、師範代がこの間のひつまぶしの写真を載せてきたので、うん、今日はお昼にこれ持ってきたのでそのまま話しましょうかみたいな流れでいきましょうか。はい、おいしい師範代のしばらくカビでいこうかシーズン8。はい、なんか久しぶりの収録な気がします。なんか今、まあ一月ペースやからね。まあそうですね、大体ね。雨です、この間ひどかったです。あ、降ったね。大丈夫でした？めちゃ降ったね。まあ大丈夫やったんですけど、はい、大丈夫やったんですけど、うちのオーケストラのリハーサルがあってですね、はい、で、まあ、そのリハーサルがちょっと師範代的にはダブルブッキングやったんですよ。ダブルヘッダーというか、はい、お昼間にうちのオーケストラの金管50奏のリハーサルが大阪で入ってて、うん、でそれが終わってその後夕方から京都の宇治の方で、ホールに行って、そこでオケのうちのオケのリハーサルだったんですよ。そこの、ホールでやる合唱団との共演の、なるほど、うん、ちょっと日程が飛んでる本番で、まだ今の段階ではまだ先なんですけど、まあ、日程が空いてるっていうのもあって、なんていうんですかね、こう先にやっとかなあかん本番なんですけど、その先にやっとかなあかん本番の、そこに宇治に行くのに、こうなかなかこう雨が降って雨がひどくって、みんな電車がこううまいこと連絡ができないと、はい、いろんな回り方で、ほんでもう線が止まってるところの人もいたりして、はい、それでももうリハーサルせんとしゃあないからっていうんで、みんなとりあえず来てくださいって言われて、まあ、市販台は車で行ってたんですけど、みんなやっぱり電車で遠回りして、通常行く時間にもプラス1時間かかったっていう人とかザラにいましたね。でも一応みんな集まることができて、でしかも、まあ、地元の合唱団の方々も一緒に、合わせすることができて、で指揮者もちゃんと到着できて、で、まあ、そこは事なきを得て、まあ、夜9時に、終わりに帰る、まあ、それもう9時で終わって帰る頃にはちょっと小雨にはなってたんですけど、指揮者の人とか、まあ、ツイッターでね、投稿してはったんですけど、なんか新幹線が止まったじゃないですか。あ、そうですね。だから東京方面、関東の方に帰るのに、まあ、一泊して次の日は帰ったみたいなんですけど、もう次の日でももう、わちゃわちゃになってた。あ、そうですね、うん、だからそれがすごい大変そうでしたね。で、うちのオーケストラは師範代はその合わせの次の日、はい、に金管50奏の本番が入ってたんです、はい、でもうちのオーケストラは師範代別売りされてて金管50奏の置いてたんですけど、うん、うちのオーケストラは、そのまた翌日に広島に行かないといけない、はいはい、本番のためにリハーサルが大阪であって、はい、そのリハーサルに、指揮者は大丈夫やったんですけれども、コンマスとソリストたちが取れてない、はい、ことが起こっちゃって、はい、でまあそのリハーサルをじゃあどうすんねんみたいな、まあ、ソリストもね、それなかなか来れてなくてどうしたもんかなって言ってたんですけど、まあ一応その次の日の、本番の時に現地でゲネ合わせして、うんうんうん、で、まあ、事なきを得たみたいな形にはなってましたけど、本番日じゃなくて覚えたんですよ。そう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 、本番にバッティングしてたら、関東の方でもね、その大雨でその身動きが取れなくて、いくつか本番が流れたっていうのを聞いてましたけどね、うん、なんか水害ってね、うん、まあ電車が止まるとかあれなんですけど、大きな水害、あんまり水が溢れたとかってね、はい、局地的やから、例えば大阪市でなんか家がこんなことになったって言っても、うん、うちと市販台の家めっちゃ離れてるじゃないですか。まあね、うん、で、そない言うほど偉いことかっていうなんか温度差あります、ね、ある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 、はい、しかもね、市販台がね、住んでるエリアっていうのは、はい、雨がいっぱい降っても大体何もないんですよ、はい、大和川が割と近いんですけど、大阪市内なんですけど、はい、南の方なんで、はい、大和川が近くて、もし大和川が氾濫したらちょっとやばいっていうエリアなんですけど、はい、大和川もだいぶ堤防とかね強化して、う
なかなか氾濫しなくなって、はい、で割とあの辺安全地帯みたいな、うちはダメですよ、あそこはもうもろ隣がね、はい、いやほんでね、はい、あ市販台大丈夫かなとかいろいろツイッターを見てたら、うん、あのひつまぶしの写真出てたんでしょいやこれはあの市販台はうなぎが食いたいに違いないと思う、あこちらを申します、おうなぎマジですか、マザース、ね、しかもまだちょっとあったかいで直前で撮ってきたので、なのであのこの会場に市販台の方が先に着くっていう実態がね、キヨさんでも同じことが起こったんですけど、ああ、はい、これね、食べようっていう話になると、うん、出来たて持ってきたいじゃないですか、はい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 、まあ、際に来るじゃないですか、そうですね、ほんならここ着くの僕の方が後になるっていうね状況がよく起こるんですよお持ち帰り専門のうなぎ屋さん、うん、川八屋です、お三国にあります、はい、写真とか撮ってきたんですか、いや撮ってないです、撮ってないの、はい、お持ち帰り専門やから言うたってパターンの、ね、まあまあまあ、あれなんですよ、まあね、はい、というわけで試案台、はい、開けてみてください、はい、じゃあキュッ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 、おーこういう感じね、すごいやん、これひょっとしてうまきとか、それはね普通のだし巻きなんだ、だし巻きなんや、でもだし巻きとこううなぎが一緒になってるんや、はい、わーこれちょっとかば焼きのタレもやっぱりね、はい、デトカントですよ、かば焼きのタレをねこのように、どう、いい感じですねこれ、しかし小野川先生、はい、泊まりに行った、泊まりに行った、小野ちゃん家、あ、泊まりに行ったんちゃう、みんなで遊びに行ったやろ、遊びに行った時に、うん、天狗屋に連れて行った、あー天狗屋ね、天狗屋はうまいっすね、よう行きましたね昔、はい、学生の頃は先輩に連れて、今もあると思うよ、よし山椒もそうだ、やっぱりね、よかった、市販台ね山椒好きなんですよ、普通の親子丼とかカツ丼とかにも山椒かけてくる、うまいっすよ、よっしゃ準備万端、怖っ大丈夫大丈夫、では皆さんいただきます、せっかくやから大きい方からいきます、うなぎのこのまた誰の匂いがさ、おいおいおい、もう切れてそうに見えて皮がつながってる、いきますよ皆さん、おお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 おこれから毎月これにしよう。これうまいわ。へえ。お持ち帰り専門。はい。いやいい感じですよ。あとウーバーイーツ的なやつが届けてくれたりもします。ああなるほど。いやあの、そのうなぎがね、あのちゃんといい焼き具合ですね。はい、なんかそのベトっとした感じではなく、うん、割とふわっとした感じで。で、まあ、周りがちょっとカリッと仕上がってるので、これなんかね、それこそ天狗屋のイメージにちょっと近いかもしれない、あ、うん、天狗屋で食べてたうなぎと同じような、こうね、ほら触っても周りがそんなにねポロッと崩れるような感じじゃなくて、周りがカリッとしてるんですよ、こういうふうに弾力もあって、でもこれグッと中までいくと持ち上げるとこれが柔らかい、これですよ、これこそうなぎ、はい、これこそリアルうなぎ、はい、うまい、ちなみにこちらが、はい、M のだし巻き入り、2300円、おおすごいな、まあ食べながら
はい、時事トークなど時事トークね、時々うなぎの感想を挟みます、はい、いやコロナの間ってね、うん、ほんま食べに行くとこなかったですよね。まあそうはね、でもなんかその間になんかデリバリーとか、うん、お弁当とかなんかうまい具合にやってるところとか増えて、うん、僕もあの重曹でいつも行く飲み屋さんがお昼のお弁当を始めて、はいはい、あの 今でももうねかなりの人気です。うん、だからほんまなんか、まあ、コロナ禍で、うん、まあ、いろんなものが便利なものがこうでき始めて、ウーバーイーツとかも今それの一つですよね。そうですね、うん、文句ばっかり言ってて腐ってた人もいるんですけど、うん、なんか目ざとい人はなんかいろいろやってましたよね。そうそうそう、結局ねなんかいろいろ動いた人たちが、うん、それで広がりを作って、で今現状ね元の状態に戻ったけれども、コロナ禍でやり始めたこともプラスアルファで残ってるみたいな。はい、うん、まあだし巻きもうまい、うん、なんかうなぎってね、うん、あの土用の丑の日とかあるんですけど、はいはい、じゃなくてこれぐらいの時期 の、うん、あの気温変化激しい時の体力を補うのにちょうどよくないですか。うなぎでスタミナをってよく言うじゃないですか、はい、まあ、スタミナつけるためにうなぎ食ったりって言うんですけど、スタミナつけるためにうなぎ食いたいっていう感覚よりもうなぎが食いたい結果スタミナがついたのなら結果オーライ、そんな感じですよね。2カメで撮ったまま姿消すから、はい、どうぞうまいね。ねえ、いや、だし巻きもこれすごいいい感じですよ。そろそろ言うてる間にコンクールシーズンになりますね。ああ大変ですね、みんな。いや、そうなんですよ。だから中高生なんか特にそうですよね。あの部活でやってるけど、やっぱり試験1週間前とか試験中とかで活動できんから、うんうん、実質2週間近く部活ができない時があるでしょ、はいはいはい、なんかねそういうのがあるから、なんかコンクール前やのにテストのために2週間も合奏できひんとかね、うん、部活ができひんとかって、ちょっとまあかわいそうっちゃかわいそうですけどね、うん、で地域によっては確か北陸とかむっちゃ早いんですよ県大会が。中学生はいつかな、6月末ぐらいが確か試験やと思うんですけど、うん、高校生は7月頭ぐらいが試験で、試験明けてすぐコンクールみたいな、うん、まだ授業してて、だから試験明けで部活ちゃんとできてないのにコンクールの本番とかってめちゃめちゃかわいそうやなっていつも思うんですよね。そうですね、それ大変ですね。うん、今部活もだいぶ変わりつつありますね。まあね、なんかあの中学校とかはその地域の人たちでみたいな話になってきて、うん、まあ、みんな模索してるんでしょうけどね、何がいいのか、うん、15人編成ぐらいのマサオ吹奏楽団作りましょうか。いや、全部熊のぬいぐるみ。音出ませんやん。音出えへんくても一応登録してコンクール出ることはできるんじゃない。去年、そうなの、去年一般のバンドでチューバー一人でコンクール出てたでしょ。はい、あ、でもあれ課題曲は譜面通り吹かなかったでしょ。そう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 、なんかチューバーの人、あの人は課題曲のチューバーパートだけ吹いたんでしょ、うん、音出へんかったらあかんでしょいや、分からへん。だってそしたらジョン・ケージとか演奏できないですからね。あ、そうか、まあ、課題曲はさすがにあるかな。だから小編成で出なかった。小編成でマーカッションのスネアドラムの横にマサオが座っている楽団、うん、ここで15人ぐらいで毎週練習するっていう。いいじゃないですかね。あの同級生でやってるバンドあるじゃないですか。あれプロ混じってるからあかんですよじゃあプロ抜いて、プロ抜いたらそう崩れになりますそれぐらいがちょうどいいんや。あ、でもね、のむちゃんとかホルン吹いてほしいやん。でもね、ほんまにしょなんすよ、なんか俳優さん混じってんだよみたいな。あ、でもね、あの演歌 UFO 始めたじゃないですか。はいはいはい。なんか上手くないことって意外とおもろいなって最近思い始めた。いや、そこなんですよ結局ね。あのほら、師範大と演歌の DUO やったじゃないですか、うん、あれもまあ皆さんとお届けしてますけど、あ、まあ完全に初見で演奏してるので、うん、
完成させることを全く考えずに音出しして、うん、なんかボロボロになってうわおもろいなこれみたいな、うん、なんかそういうのってちゃんと出来上がってしまうと逆に面白くない、うんうん、まあ、皆さんよくご存知の笑福亭鶴瓶さん、うん、ね、あの鶴瓶さんの師匠って笑福亭松鶴さんって、うん、あのまあ、面白い方やったんですけど、松鶴さんのとこに鶴瓶さんが弟子入りした時に、うん、一個も稽古つけてくれへんかったらしいですね、古典落語、うんうんうん、全く稽古してくれへんくて、全然もうそのまんま放置状態で、で、なんでなんですかって聞いたら、あいつはそのままにしとる方が絶対面白いから言ってたら、もうテレビに出てもうそのまんまほんまにあの素のまんまがおもろいっていうのが評価されて人気がゴンゴンゴンと上がっていきましたからね、うん、まあ滑り芸の芸人さんもそうですしね、そう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 、あの狩野英孝、はいはい、抜けてないのに全力でやってる感がずっと突き抜けてった結果も何やってもおもろいっていう、そう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 、多少狙って滑ってるところもあるかもしれないけどね、いやでもね、ゲーム配信のライブ配信見てる限りあれ完全に天然ですよそうなんや、もう同天然ですようん、なんか最近こうコンテンツの配信とか見てて、うん、その例えば楽器服やったら楽器服がうまいが正解じゃないんやなと思って、うん、世の中に娯楽を提供してるので、うん、あのこいつ最後まで止まらんといくんやろかって言ってハラハラしてみんなが見守れるんやったらそれはそれで一つのコンテンツじゃないですか、まあ、それこそさっき言ってたゲーム配信なんかそれやからね、うん、上手にクリアすることだけを見ようとしてるんじゃなくて、うん、あーわー惜しかったなーみたいなのもみんなで共有するみたいな、あの狩野英孝の配信だからみんなであの、うん、彼がバイオハザードの世界で迷子になってるのを見守るっていう謎のねシチュエーションだから発信ってなんか面白いなと思い始めて最近、うん、やっとなんかもうこれとかやるのもね、もともと例えばネットラジオとかネット番組なんかを参考にしながらやってたんやけど、うん、要はその正解がある形でやってたんですよ、はいはい、だけどなんかそんなこと気にする時代じゃないかなっていう気が最近してます、うんうん、なんかとりあえずなんか遊んでてカメラ回してその後でバズバズバズってやったらおもろいのができたらそれでいいかあのメントスコーラーってはい、昔流行ったじゃないですか、はい、まあ、流行ったというか遊びでやってる人多かったけど、はい、メントス、ね、あのコーラをね、うん、あのペットボトル開けて、はい、その中にメントスポンと入れたらズボーンって出てくるみたいな、大丈夫です、大体の人知ってます暇な人がペットボトルのコーラの蓋を開けて2メートルか3メートルぐらい先を置いてメントスをこうやってポイポイって投げて、はい、そのコーラのペットボトルの中に入ってズボーンってイエーイって、なんかそれが あのバズったりしますからね、世の中ほんまに何を求めてるかなんかわからない、はい、ただね、今80何歳のプログラマー、ん、世界最高齢のプログラマーの方が CM で言ってますけど、うん、バッと振らないと当たらないですからね、そう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 、なんか発信しないとそういう大当たりは出ないけど、うん、その時になんか正しいフォームで正しいなんか道具とかいろんなものを揃えてなんか綺麗にやらなきゃいけないのが正解じゃないなって、それはなんかもうトップの人だけでいいじゃないですか、うん、だからそれ以外の人はなんかいろんなことやったらいいねんなっていうのが最近思っていますが、いや、そのおもろいことのアイディアは、はい、おじさんにはなかなか出ないいや結局ね、その、まあ、我々おじさんが発信して、まあ、これね、こういう動画でも、はい、おじさんが発信してる動画ではあるんですけど、はい、そんな若い人たちがガンガン見てる動画じゃないっていうのは、まあ、そうですね、そこにあると思うんですよね、はい、だからおじさんが発信してる動画、あのね、師範代のチャンネルなんてね、はい、アナリティクスを、はい、YouTube のね、YouTube スタジオっていう中で自分のチャンネルのデータを見ることができるんですけど、はい、女性が 0.2% ぐらい、はい、あと男性、はい、で年齢層のところは45歳以上 50歳未満が
50% ぐらいで、あとは綺麗に、はい、あの数パーセントずつに分かれてるんですよね。あ、なるほど。うちはね、うん、65歳以上が 56.4% です。すごいな。で45から54が25で、残りあとわずか。お、性別はね女性の方が多いです。うーん、で、まあ、でもほぼ半々ですね。うんうん、いや、その性別っていうのもね、分かんないですからね。分かんないですけどね。 YouTube の方に自分で、ね、登録してる性別がいたり、もしくは登録してない方もいらっしゃる、うん、今年この対談以外に何か面白いことをやってみます？そうですね。何、例えば。だからおじさんには思いつかないですって。だからおじさん二人のトークの中でそういう話が出て、じゃあ視聴者の方々の、そうそう、若い人で、うん、あのこの二人に何にも拒否せへんから、何かおもろいこと、この二人でこれやってくださいとかいうのを言ってって、やりますって。やるか。いや、それはちょっとなって言うたら、もうついから誰も意見くれなくなりますよ。そりゃそう。でもそれで、あの大概のことやりますから言うて、例えばなんか頭にティッシュ置いて燃やしてみてくださいとかって言われたら、や、熱いでしょ。あ、まあ、まあ市販では髪が燃えます。僕はあの頭皮が燃えます。そうでしょ。まあ危険なこととかね、あとめっちゃお金かかること以外やったら、あの、あれですよ、やっぱ海外ロケでしょ。めっちゃお金かかることあかんって言うたじゃないですか。いや、やっぱ海外ロケ、ニューカレドニアとか行きたいもんね。はい、6月20日まで6やったかな、はい、あの往復7万円ぐらいの、あーメール来てたけど、明日から行きます。というわけでね、はい、そろそろ程よい時間になってきましたよ。もう、うなぎどうでした？あ、うなぎうまかった。うまかったね。うなぎはうまい。やっぱこの時期はうまいね。はい、うん、ちゃんと夏のために今からスタミナつけとかんとね。そうですね、うん、なんか予告するようなことあります？6月の16日です。6月の末、はい、いつ？あれですね、あれです、これ、はい、ででん、この間言ってた、これありますんで、シンフォニーホールで、プラス、はい、大阪芸大、そうです、はい、ドリームコンサート、なんかそんなんでしたね。なんかそんなんです、はい、はい、なんかそんなんこれです、これ、はい、ぜひ皆さん、あのご来場お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで以上でございます。俺たち最低だぜ。うおー、またね。うなぎうまかったです。ういっ、はい、これで取れてませんでした。ちょっと今からうなぎもう一個買ってきます。よっしゃ。パンパンになりますよ。結構な量やんな。結構なボリュームですね。うん、うまい。